私が最近ずっと食べたいというか最近気になってたアイスがありまして、そうあのね気になってたのがあったんですよ。こちらです、じゃん、パルム、ピスタチオのパルムです。ちょっと今冷やしてるんですけど、今もう一回冷やします。そうこのねピスタチオのパルムのピスタチオなんですけど、そうなんかね私はピスタチオあんまり食べたことなくて、でピスタチオないんですよ。でこの間ベイ FM さんのラジオ出演させていただいた時にあのピスタチオのスイーツいただいて美味しくて、そうでねピスタチオあんまり食べたことないんですけど、なんか最近すごい気になってて、でこのパルムのピスタチオアイスもなんか最近なんかねよくインスタとかで私は見た気がするんですよ。だから美味しいんだろうなと思って、これは食べてみようと思ってこの間見つけて買おうか迷ったんですよ。買おうか迷ってアイスピスタチオアイスでもあの期間限定なのか分かんないけど、でも私よくこれアイス絶対食べたいと思って思うんですけど、その時は買わないでおくっていうのを何回かしてて、でそしたらなくなってることがもうほとんどなんですね。なのでもうなくなる前に買おうということで買っておいたこのピスタチオアイスちゃんを食べたいと思います。やった、冷たい、嬉しい、溶けてないませんようにちょっと取ってしまったんですよね。へー、食べます、やばい、出してどれぐらい、でもね冷やしてたんですよ、ここ保冷剤みたいなの持ってきて、いい匂い、いい香り、やばい溶けてないのに、あー待って美味しそう、やばい美味しそう、どうしよう、嬉しい、食べますよ、やった。あのねピスタチオはねあんまり食べたことないんですよ。美味しそう、じゃあ食べます、いただきます、いただきます、うんうん、今のところこのパルムのチョコレートの濃厚さがまだ濃厚さしかまだ来てなくてピスタチオ感がまだないんですけど、でも周りにピスタチオのなんだろうこれピスタチオペースト、あ、ピスタ、あ、クラッシュピスタチオがついてるんですよね周りに、あーだからなんかそのクラッシュピスタチオがいい、いいです。うん、美味しいな。うん、なんかねやっぱりパルムって濃厚じゃないですか。私パルム自体あんまりたくさん食べたことないんですけど、でもパルムって濃厚な印象があって、チョコがそうなので、そのパルムの良さが生かされてます。まだねピスタチオあんまり到達してません。
このね、周りについてるピスタチオも美味しい。なんだろう、なんかピスタチオって豆感が結構強いイメージがあって、でもその豆感も別に嫌いじゃないんですけど、その豆感の嫌な感じが全くない気がします。私は豆感別に好きなんですけど、そう、おいしい。これ七瀬ちゃん食べてたよね。確かにユウ見た。七瀬ちゃんってさ、ショールームで本当にいつも食べてるね。七瀬ちゃん本当にショールームいつも何かしら食べてる気がする。なんかそう、あとね、アイスいっぱいいろんなの食べたことあるイメージ。私もですか。でもそっか、まあそうかもしれない。すぐなくなっちゃう。うん？セブンティーンアイス食べたことありますよ。ちっちゃい頃なんかどっかお出かけした時とかに販売機で売ってるからいいですよね。セブンティーンアイス売っててよく食べてました。そうそう、そう、溶けちゃうからね。ちょっと急いで食べるけど、あ、すごい、これピスタチオのコーティングされてるんだ、周りにチョコで。なんかさ、普段食べるとき無で食べるんじゃないですか。あのこういう食べ物無で食べるというか、無で食べるというか、なんかショールームとか配信して食べるとよりこう美味しさを意識して食べるから、なんかより美味しさを感じる。そう、無で食べるというか、まあ無では食べないか。そうそう、無で食べないかも。あ、美味しいなって思ってるけど、よりね、より、やばい、うん、入るだか、やばい。
チョコレート取れちゃいました。でもチョコレート取った方がピスタチオのこの緑のピスタチオ感がより感じられると思う。ね、自分ね顔小さい、あの自分の顔画面が小さくて口についてるか分かんなくなっちゃいましたかった。完食です。おい、おぐり、おいしい。おいしかった。大満足だな。大満足。お茶が合いますね。このパルムはね、ちょっとあの普通のアイスよりはね、ちょっとだけお値段がするんだよね。だからこそなんかあのそういう気持ちで、なんかご褒美みたいな気持ちで食べられてよかったです。そう、私もね本当にパルム食べたこと、4回目ぐらいかな、3回目4回目ぐらいです。あんまり食べたことないんですよ。でもなんかね、こうチョコ系結構好きで、ジャイアントコーンとか、あと青、あとモナカのやつも好き。モナカのジャンボ、チョコモナカジャンボも好きです。うん、ちょっとねこう食べるとね、皆さんは何のアイス好きですか？一瞬さよなら一瞬さよなら。じゃん、チョコモナカ、ガリガリ君、うーん、チョコミント、うん、あ、チョコミントもね、ゆいも最近好きだよ。一緒。今リップ塗ったのはロム&だよ。ロム&です。女の子、フィグフィグっていう色を塗りました。ちょっとね、ん、雪見大福ね、冬は特に美味しいよね。シャトレーゼね、ハゲダッツ、ブラックモンブラン、ジャイアントコーン、ロパート、ガリガリ君、
パルム、ワッフルコーン、ピノね、バターアイス、あ、バターアイスなんかインスタで見たよ。バターアイスすごそう。小豆バーもね、あのおばあちゃんとかが食べてて、なんかそれでゆうも好きって思いました。クレープのやつも美味しいよね。うんうん、ソフトクリーム系もゆうも好き。そうね、チョコまみれアイスね。そう、カントリーマームがねすごいんだよね今。東京駅でね今カントリーマームのプレミアムバージョンがまた売ってるみたいなんですけど、私行けてないんですけど、まだ今年は。そう、今年もすごいチョコまみれのねいろんなのが売ってるんですよ。ファンの方情報。私のね、私がいっぱいねいろんなアイスありがとうございます。すごいアイスの話いいね。カントリーマームはね、カントリーマームはですね、あの私がカントリーマームね、そう好きで、それをこう発信というか、まあ普通に好きなんですって言ってたのがきっかけで、こういろいろカントリーマームの藤谷さんとお仕事させていただいたりだとか、そうファンの方がね、そのきっかけもあって、私よりもね本当にカントリーマームに詳しかったり、私よりもカントリーマーム情報が早くてすごいんですよ。すごい、私も好きですよ、もちろん好きだけど、私よりも情報が早くて、もうわあすごいっていつもファンの人からちょっと情報を教えてもらってしまいます。うん、すごい、みんなより一層好きになってくれたのかな。なんか全然カントリーマムはみんなのカントリーマムなんですけど、なんかカントリーマム好きとか、カントリーマムのなんか写真載せてたりとか、なんかそうやってみんなが話してたりすると嬉しくなります。カントリーマムはねみんなのものだし、全然私は何でもないんですけど、でもなんかねそう嬉しくなるの、勝手に反応しちゃいましたから、カントリーマームのことについて話してたりとか写真載せてたりとか誰かがしたら、ふっってなって、おえあーってなるそう、そうなんですよ。うん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 、カントリーマームのことを話すと目がキラキラするね。そう、カントリーマーム好きで詳しいと思ってたけど、情報がもういろいろ進化しすぎて、あとカントリーマームの味が増えすぎて詳しいちょっと言い切れなくなってきてしまってるんですけど、でも好きなのは変わりません。そうでもさ、そうなの、本当にね種類が増えてるから、そうすごいんですよ、本当にすごい。
工場の中入ったことあるよ、ロケで、あんたロケで工場の中で熱々のままを食べさせていただいたことあります。すごいよね、美味しかったです。そう、確かに違和感クイズであればできそうかな、できそうかもしれない。そう、なんか普通のバニラと大人バニラみたいなのがあるんですよね。それで私ロケのやつで食べて当てたんですよ。それが自分でもすごいなって思いました。普通のバニラとちょっと大人バージョンのバニラ。そう、お菓子はいろんなお菓子好きですけどね。そう、その中でもなんかカントリーマムってちっちゃい頃から袋に入っててなんか特別感があるイメージだったんですよ。そうそうなの。あとねクッキーとチョコの組み合わせが好きなんです。だからまあそう違う企業になっちゃうかもしれないけど、お菓子だとそういうチョコとクッキーがついてる系のお菓子とかも結構好きなんですよね。そう、うん、そうアルフォートとかキノコの山とかもタケノコの里とかポッキーとかも好きだけど、カントリーマムはまたそれ以上にその味ももちろんだけどいろんな種類があるってところに惹かれました。その都道府県とかのその場所によっていろんな種類があるのがすごく魅力的だなっていうのでそこからより惹かれましたね。そうなんですよお菓子の話ばっかしてる。そう、なんか他にあればぜひコメントください。そしたらそちらに話変更します。うんうんうん、ネイルしてるよ。ネイルしてます。真っ白だけどね、してるんですよ。してるけどこれは自分でやったので、まあ普通のシンプルネイルです。なんかジェルとかしてみたいんですけどでもちょっと落とすのが大変だなというのでちょっとまたちょっとびっくり。あ、横山さんの卒コン出演させていただきます。そうなんです、楽しみというか、まあ、本当ありがたいです。大好きなゆいはんさんのことをお見送りさせていただく、まあ、いっぱいメンバーいる中で今回は少人数での出演となるんですけども、その中にこう選んでいただいて代表してお見送りをさせていただけるメンバーということで、いやー本当にもう本当にね本当にお世話になりましたし、本当にね大好きなゆいはんさんなので、もううんうん、すごく寂しいよ。ゆいはんさんは卒業発表する前に教えてくださりました。そうなんですよ教えてくださって、卒業するんだって教えてくださって、なんか本当にまあそれは、まあ、メンバーいつかは卒業はあるとは思っていたんですけど、急にだったのでびっくりしちゃって、なんか
もちろん寂しいし、っていう気持ちはすごい大きいけど、びっくりしすぎてなんかええっていうポカーンとしてました。頭が回りませんでした。そう、だけどそうやってなんだろう、発表する前にこう私なんかにこう報告してくれて、それがすごい初めてだったので、こう卒業発表するメンバーが事前にこう教えてくれるっていうのは、うん、初めてだったので、直接こう言っていただ、1対1で言っていただくことは初めてだったので、寂しいけど嬉しかったです。そうやってなんか教えてくださって、こう最初に、うん、そう、本当にね、ゆいはんさん、ゆいはんさんとの思い出はもっともっと作りたかったけど、でもメンバーの中では結構いろいろ本当にお世話になりましたし、先輩の中でもよりよりというか、やっぱり本当に総監、もともと総監督さんの時からお世話になっているので、総監督さんの時からもですし、やっぱ総監督さんこうではなくなってから、より一層こうね、皆さんをゆいはんさんも見渡せるようによりなったということで、私もこうなんだろう、たくさん接する機会が増えて、すごくお面倒を見ていただきました。そうなんですよね、ゆいはんさんとのお家にね、行きたいですって、来てほしいって言ってくださってて、そうだからね、そのお家で一緒にお話ししたりとかしたいなっていうのを思ってたんですけど、やっぱこんな状況なのでね、なかなか行くことができずにおります。そうね、ビスにも会いたいんですよ、ビスちゃんに、ビスくん、ビスちゃんにも、ビス、ずっとこのゆいはんさんのビスポーズをよく知ってるけど、会ったことない、会いたい、会ったことないのにこれやってる、ずっと会いたい。かわいいこのポーズ、これかわいいですね、本当にこのポーズいいな、私も欲しいな。ゆいはんさんから受け継がせていただこうかな。嘘、もうこれはゆいはんさんのポーズ、ゆいはんさん、これやったらもうゆいはんさんって感じがしますよね。かわいい、うんうん、お似合い、ゆいはんさんのポーズお似合い、やった、いっぱいします。この指がね、すごいすごいんですよ。
同じゆい、イエーイ、ゆいはんさんとなんかいろいろしたいな、お話ししたいな、遊びたいな。1万人ありがとうございます。あ、ゆいはんさんのね、パルルさんと歌ってる友達でいられるならがね、すごい好きなんですよね。まあ、ゆいはんさんのソロ曲も好きなんですけど、そう大好きだったな、友達でいられるなら、こんなに苦しくはなかっただろう、この胸が張り裂けそう。あ、待って、アイス食べ終わったから待って、アイス食べ終わったからアイス消さないと、みんなアイスで来ちゃうよね。もうアイスは終わりました、もう完食しました。香り、なんか香りを嗅いだだけでアイス食べた気持ちになります。なんかすごい大きいのくださりました。キノコの山みたいな、なんだろう、ちょっと待って今調べます。調べられないけど、どなただ何これ、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 このキノコタワーって誰がくれました？キノコタワー誰がくれた？タワーぽよ、マットさん、キノコのクマさん、キノコクマタワー1位の人、マットさんだ。ありがとうございます、教えてくださって皆さん。マットさん、キノコのクマタワーありがとうございます。東京可愛いですね。ショールームさんもすごいいろいろね、アイテムとかも進化しててすごい。東京？パパにどのくらい回し切りするの？しないですよ、そんないつもするわけじゃないですよ、もちろん。前ちょっと回し切りポンってやっただけです。そんないつもしたら怒られちゃう。なんでそんなするんだって言われちゃうかもしれない。怒らないけど、アイメイクいつもと違う、いつもと違くないはず。あ、うん、あ、でもまつげはあんまり上げてません。うん、いつもはステージ立つときはボンワーって感じなんですけど、あとキラキラをやってたりするんですけど、でも割と一緒。見えます？見えないかな。ゆい
ちゃんが勧めてたマスカラめっちゃいい。え、嬉しい。私がおすすめしたマスカラ名前忘れちゃったけど、 M から始まる韓国のマスカラかな。そう、ピンクの。よかった、私もそれ今使ってます。茶色の色です、ブラウンカラー。涙袋はなんかね、エリーちゃんがねおすすめしてくれた涙袋アイシャドウがあって、それを使ってます。地雷メイクじゃない、地雷メイクじゃないよ、地雷メイクではないです。イエベだ、うん、あんまりイエベかブルベかわからないんですけど、イエベかなと思います。自分では遊びに来たよ。結構目元赤いメイクする。うん、赤くしてるんじゃないんですよ、目元赤くじゃなくて、なんか自然と赤くなってるというか、まあ今の照明的に赤くなってるというか、こう生で見ると赤くないです。赤くない。お肌はね、あまりトラブルあまり今のところないんですよね。でもスキンケアとかメイクとか好きなので、結構こういろいろ試したりとか、そう見たり勉強したりとかはしてます。うん、そう、ほんのりね赤くなるかもし、あ、赤くなるというか、そう赤くなりますね。そう、睡眠も大事だよね、大事だと思います。商品どこで、化粧品そこまでこだわりはないですね、買う場所は。うん、全然みんなと同じだと思うな。どこ、うん、ちゃんと寝れてる、寝れてます。なるべくね7時間は寝ようと思って心がけてはいます。化粧品とかはあんまネットで買わないです。うん、プラザとか、そうだね、うん、何でも売ってるところとか。初見です。ゆゆ今行きたいところは、なんかねさ、パワースポットとか好きなので、なんか出雲大社とか温泉好きなので、大分とか別府温泉とか、あと沖縄好きなので沖縄行って沖縄グルメ食べたりとか、まあ、海外も行きたいですね。海好きなので、海とかの音が好きで海見たりとか。やばい、足がしびれてきたので足の調整をさせてください。タワー来た、え、ありがとうございます。ちょっと待ってください。タッキー、タッキー、
ありがとうございました。わ、東京、東京、うん、沖縄いいよね。沖縄いいよね。行きたいよ。うん、そうだね。沖縄暑い、暑くてもいいよ、行きたいよ。私はね、最近はもうずっと外羽、外羽好きなんですよね。だからね、割と外羽、なんですよ。なので昔はシルエット的にポニーテールのイメージが自分でもあったんですけど、今はちょっと外羽を定着させてます。バタタワーいただきました。ありがとうございます。ちょっと待って、ちはるちゃん、お、ちはるちゃん、ちはるちゃん、タワーありがとうございます。東京、東京ポニテも好きですよ。自分ポニも好き。ポニー、でもね、短くも切ってみたいんですよ。短く似合うか分からないけど、こうこれ短すぎるかな、これやばいかもしれないというか、これはなんかまた別の髪型だ。うん、ボブはしたことあるんですよ。ショートはしたことなくて、ショートしてみたいなとは思いますけど、どうなんですかね。まあ長いのもいいんですけどね、長いのもいいんですけどね。皆さんどっち派ですか、ショートかロング。全然切る予定ないんですけど、ちょっと時間あるというか、やってみようかな。なんかランキングみたいな、ランキングじゃない、投票だ、投票してみよう。ダメ、違う、そこに書かないでください、投票にするんで。じゃあ2択ね。1はロング、2はショートです。1がロング、2がショートです。アンケートスタート。1がロング、2がショートです。好みですよ、好み、好み、うん。1がロング、2がショートです。美容師さんに切っていただければね、絶対すごいうまくいくんですけどね。そう、こんな感じ、分かりにくい。1がロング、2がショートですね。でもやっぱロングが多いのかな。じゃあ止めますよ、止めますよ、せーの、終了。おー、ロング多い。ロングね、まあ、ロングいいですよね。ロングはアレンジができるから私もいいと思うんですよ。好きです。そう、でも20歳過ぎてちょっと大人になったというか、少し20歳過ぎたら大人ということで、髪も伸びるのでショートしてみてもいいかなとは思ってます。でも成人式まではね、とりあえずロングかなという感じですね。そう、あんまり髪型こう変えたことがないのでね。
20歳。え、そうだよ、20歳です。もうすぐ20歳です。そうなんですよ。ショートってどれくらい、わかんないです。私も今言っただけでどんくらいかわかんないけど、これ短いの、あ、これぐらいだったらいいか。うん、これはちょっとないかも。このぐらいかな。そう、まあ、でもまだ成人式もあるので切らないかなと思います。本田翼さんぐらい。あ、本田翼さんね、確かに可愛いですよね。うんうん、可愛い気がします。切ったらファンやめます。それは見た目で好きということですか。悲しい。中身も好きになってください。うん、そういやさ、そういやさ、弱いね。今年はまだ栗は食べてません。中身も含めて好きだよ。嬉しい。それが一番嬉しいよ。それが嬉しいよ。やっぱりね、もちろん外見が好きと言ってくれるのも嬉しいんですが、ぜひね、まあいろんな好きがあっていいですね。嬉しいです。好きになってくださって応援してくれるのが嬉しいです。うん、嬉しい。好きっていうのは嬉しいです。声好き？声、うん、私は記憶力すごいのも好き。記憶力ね、強いとは思ってたけど、どうなんだろう。でもたまに失敗というか、まあ失敗というか間違えてしまうこともあって、本当に自分のファンの方で来てくれてると、あ、まあ、いつも来てくれてると思っちゃって、でやっぱそう、顔を覚えてると思って、あ、来てくれたことあるよねって、ちょっとでも怪しくて曖昧で、もうこれはかけてみようと思って、来てくれたことあるよねとお話ししたら、初めてですって言われて、あ、やばいやばいやばいってなったことはあります。そう、なんか完全に覚えてるとか、もうこれは確信だっていう時は、覚えてるよって確信的に言います。そうだし、本当に覚えてなかったりとか、記憶が曖昧な時は正直に私は言います。お会いしたのって、前来てくれた時っていつでしたっけって聞いて、
2回目ぐらいとか3回目ぐらいとか言ってくださったりするので、2、3回目かしたらちょっと前すぎてなっていう風になります。なのでそう本当にいつも覚えてるよって言ってるわけではないんですよ。そうそうそう、嘘はつけません。そう、嘘ついたらさその後に影響してきちゃうじゃん。だからそうだからね、あの正直に言うときは言います。でもきっぱりとは言わない。探っあの何回目でしたっけって言って、やっぱりそうだあそうだそうだってなって、そうそういう感じですね。そうでもそうなんですよね、みんな覚えてるよって言うと嘘でしょって言われたりするんですけど、そうなんですよ、覚えてます。あだ名ね、あだ名つけてってたまに言っていただくんですけど、あだ名難しい、全然あだ名つけるの上手じゃないので、ちょっとそうなんです、難しいんですよね。ゆいゆいのゆいゆいの2回繰り返すの。今日はメール送ったの、あとねちょっとでね送らないとやばいんですよ。私10時前には配信終わると思ってたからメールまだ送らなかったけど、普通に話してたらもう10時になる。やばい。ちょっと過ぎたぐらいだったら送ってくれるかな。ちょっと10時までにして、で10時過ぎ配信終わったらもうすぐに、もうできてはいるのですぐにふって送ります。とは増えてませんよね、大丈夫ね。そうそうそう、これで届かなかったらやばい。携帯で配信してるので、そうだからねちょっとねこれ切らないといけなくなっちゃうので、メールをそう本当だったらね時間内にやんない置かないといけないので、すぐに送りたいと思います、ね、みんなランキングって読んでるんですか？メンバー？メンバーってランキング読んでます？ショールームの読んでるか。じゃあ読もう、読みます。では読みます。13位フォーコさん、10月のお話し会全然外れる、香港ゆゆい少子さんありがとう、香港からありがとういつも。そして12位、千春さんありがとう、タワーもありがとう。そして11位、ゆゆいのくまちゃん、ゆゆのくまちゃんさんありがとうございます、いつも。そして10位はるちゃんありがとう、かわいいキャラクター。そして10位ハリーユーマ、ハリーユーマさんありがとう、みやもさんのキャラクターかわいい。そして10、あれあいいのか、9位か、8位、ショートさんありがとう、ショートさんみんなキャラクターかわいい。シロさん、シロさんありがとう。
シドさん。6位、キクゴロウさん。ありがとうございます。みんなキャラクター違う、すごい。5位、ともるさん。ありがとうございます。きのこ。4位、タッキーさん。ありがとう、ありがとう。そして3位、ライオンハヤトさん、ありがとうございます。前回ね、配信でタワーをくださったみたいで読めなくてすいません、ありがとう。ここでちょっと東京前回分の。そして2位、ソニーさん、ありがとうございます。ユイのキャラク、ユイの名前が入ってるキャラクターに嬉しい、ありがとうございます。そして1位はマットさん、タワーありがとうございました、ありがとう。むちち、まゆさんのキャラクターかわいい。ということで、あと2分だ。間に合った、よかったです。ということで今日は配信、アイス配信でした。ありがとうございました。そうですね、また明日は木曜日ということで、明日も一日頑張りましょう。これからメールを送ってきます、プライベートメールを送ってきます。ぜひ、メール取ってない方はぜひメール登録してくださいね宣伝。そう、今からねメールを送ります。今日何をしていたかとかを書いてます。一日の日記帳みたいな感じになってるかな。私は割と何食べたかっていうのを結構多く載せているんですけども、でも今日一日何をしていたかっていうのを書いたりとか、あとはメンバーとの出来事があったらそれを話したりとか、家族との話とか、そういうものをメールに載せていますので、ぜひメール取ってないよって方は見てください。じゃあたくさん見てくれた皆さん、ありがとうございました。アイス美味しかったです。また配信します。おやすみなさい。